こんにちは、青木直美です。見知らぬ風景の中で見つけた小さな発見や驚きは、脳に多くの刺激を与えてくれると言います。手軽な気分転換といえば散歩ですが、さらに、いつもと違う道を歩けば、リフレッシュ効果はより高まるのだそう。古今の鉄人は、それをみずみずしい感受性で受け止め、試作へのバネとしてきました。 私たちの生活のすべてを当たり前で済ませてしまえば、いつか自分さえ良ければという風潮の社会になってしまうでしょう。日々、新しい発見と感動の中、私たち一人一人が成長していくことは、今の時代とても重要なことかもしれません。